手足がないトカゲ、足なしトカゲ。名前の通り、手足がなく、見た目はヘビにそっくりですが、ヘビではなくトカゲの仲間です。別名ヘビトカゲとも言われます。4本の足が退化してなくなっているため、見た目はヘビにそっくりです。潜ったり、狭い隙間に隠れたりするのに適した体つきです。ヘビとトカゲは目などを見れば区別できます。トカゲはまぶたがあり、まばたきをしますが、ヘビにはまぶたがないためまばたきをしません。ヘビはまぶたがない、目を閉じることができない上、外耳、耳の穴がなく、下顎の骨が左右に離れています。トカゲはまぶたがあり、耳の穴があり、下顎の骨が左右に離れていません。自節することができ、尻尾を切ると再生する能力があり、これもヘビとの大きな違いです。足なしトカゲを観察するときは、ヘビとの違いや共通点を探してみると面白い発見があるかもしれません。50年以上生きた記録もあり、寿命が長いのも特徴の一つです。